ました。持ってきたのはもう小さな味。4種目って。マジ。うん。青味してメバル。うん。キス。肘叩きあったんじゃねえか。すごい。マイケルでございます。遠征ゴールデンウィーク初日、雨の中遠征です。お風呂気持ちよかったな、海沿いのお風呂、ものすごく塩分が濃いかったですね。もう6時回りました。いい時間帯ですけども雨で、竿が出せないです。ここは遠征で、アジングっていうよりも、どちらかというともしかしたらメバルなんかのほうがぶつれちゃったりするかもしれないですけども、ちょっと情報が少ない中ぶっつけ本番できました。しかも、1人です。問題の神さんなんですけども、どこにいるかというとこちら。ただいまお風呂に入りました。本当お部屋に戻ります。海が見えますね。この晴れ晴れの海でマイケル氏はアジングをできるんでしょうか。好きなようにエンジョイしてる。今日は一晩ぶっ通しでランガンして、見たいと思います。せっかくの遠征ですんでね、何か知らせかをあげたいなと思っているんですけれども、これじゃあな。ということでよろしくお願いします。すっげー気落ちしてる。よいしょっと。雨やばないっすね。雨降ってるから出してません。もしもし。あ、そう。うん。まったく忙しい時に。ホテル前のテラスの前がもう海です。非常に濁っておりますし、雨もパラパラと降っております。寒い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 で行こう。行こう行こう。守って持った。ドグロさんのしゃぶしゃぶをしてみましょう。あんまりやりすぎても良くないのかな。いただきます。あ、すごい脂、うん、あ、まい。シチュー&ライス、はあ、私の晩ご飯。これちょっとかな。ここを本拠地とする、いや仮眠です。次開始。ただいま10時半。雨もやみいい感じにはなってきたのですが、風が強いなのでカメラが壊れるのはまずいので、外に出さずカメラは車の中に入れながら風を背にしての釣りです。とはいうもののここで何が釣れるのかさっぱりわからない。ベートなしライズなし、コンディションは最悪。始めてすぐなんだけど釣れる気しねえ。いや風も結構止んできた。ここで釣れていいのかよ。はい、いません。難しい山の風は雰囲気はあるんだけれどもな、時間的な問題なのかな。コースを変えろって言ってもなかなか難しいからな、この風じゃ。まったくって感じだな。なんかゴツゴツするな。ここもしかしてむちゃくちゃ汗のか、それともなんかかかったのか。
きしょーってこういう時メモリ壊れるんだ。やっとの思いして釣ったっつうのによ。なんとなく分かってきたぞ。魚か。なんだこれは。でっけえキス、なんちゅうキスだこれ。もうキスです。でかいっす。よっしゃ、よっしゃ、メバル、イエーイ。本当はメバル2匹目なんですけど、1匹目映ってなかったんだよね。よいしょ。綺麗な朝を迎えております。アジング成立。